はい、どうもケジです。今日もね、ディープインサニティアサイラムやっていきたいと思います。今日やるのはですね、簡単に SS レアキャラクターを手に入れる方法をお教えします。 SS レアのキャラクターを手に入れるにはガチャですね。はい、こちらのガチャの方で獲得することができます。ですが、SSR のキャラクターを簡単に手に入れる方法が実はあるんです。ガチャだと確率になりますので、確実とは言えません。はい、もったいぶって言いましたが、要はこういうことです。まずトップ画面ですね、ホーム画面にショップというのがあります。この左端にショップというのがあります。この辺です、ここですね。ショップ開きます。はい、ショップというのはですね、必要なものをここでお金を払って買うお店ですね。ここでですね、 SS レアのキャラクターが売っています。今回このゲームが配信されたということで、キャンペーン的なものでお安くお求めいただけます。それはですね、この特別パックっていうところですね。上から2つ目の特別パックです。見たことありますか？はい、ここの特別パックの一番左端、ここに1回限定リリース記念スターターパックというものが販売しています。中身はですね、ジェイド・ガブリエル・オゾンっていうキャラクターの SS レアを獲得することができます。1回限定です。しかも490円と割と手を出しやすい金額設定になっています。もちろん課金する場合は、未成年の方はお父さんお母さんとしっかりとお話し合いをして納得できれば購入してくださいね。特性はアタッカーになっていますので、このキャラクターを育成していけば、どん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 戦闘も戦いやすくなると思います。490円で SS レアを1体獲得することができるのはかなりお得になっております。キャラクターを選ぶことができないっていうのは少し残念ですが、確実に SS レアのキャラクターを獲得することができます。はい、ということで購入完了。以下のアイテムを購入しました。ということで、僕は今月お小遣いがなくなりました。ジェイド・ガブリエル・オゾンをしっかりと鍛えて育てていきたいと思います。はい、こちらが今獲得したジェイド・オゾンですね。はい、ジェイド・ガブリエル・オゾン、 SS レアのキャラクターです。始めていいの？って天使様が。スキル見てみましょう。妖精の力を込めて弾を放つ。敵に 200% ダメージ。スキルポイント2で使えます。そして右側にあるのがスペシャル必殺技。こちらはスキルポイント3で使えるので、かなりの頻度でスペシャル技使えそうですね。どんな技でしょうか？妖精が光の柱を発生させる。敵に 400% ダメージ。結構ダメージは乗りそうですね。あとは育成次第ということになります。始めていいの？って天使様が。起動して。それすごいの行くね。当たるといいな。終わりだよ。妖精さんがドーン。いけいけ。はい、このようにオゾンちゃんも育成すればウルトラレアにすることができますね。始めていいの？はい、ということでこのようにジェイド・ガブリエル・オゾン490円、実質課金で獲得することにはなりますが、簡単に SS レアのキャラクターを獲得することができます。はい、ということで簡単に SS レアのキャラクターを1体獲得する方法をご紹介いたしました。あとそれと SS レアキャラクターではなくて武器を買うこともできます。こちらはゲーム内通貨の100強石を使って購入することができます。しかも安いですね。ここ45で購入となっております。
45で購入、かなり安いですよね。ゲーム内で獲得できる100強石、ガチャなどに使うダイヤですね。45、安いです。ですがランダム性能を帯びておりますので、確実にいい武器が揃うとは限りません。中身のパラメーターはランダムになっておりますので、お安く設定されているんでしょうね。何度でも買い直すことができるようにっていう配慮かもしれません。ここで SS レアの5装備を買っておけば強くなるための近道になります。ということで今回は SS レアの5武器と SS レアのキャラ獲得方法をご紹介いたしました。よければ参考にしてください。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。コージローゲームズでした。